石澤彩子は、元北海道テレビ放送アナウンサー。現在は、中国、北京市に在住。山形県山形市出身。血液型 B 型。身長165センチメートル。靴のサイズ24.0センチメートル。趣味は、音楽鑑賞、読書、作動。特技は、スキー剣道。視力が悪いため。 コンタクトレンズを使用している。山形県立山形西高等学校、早稲田大学第一文学部社会学専修卒業。水曜どうでしょうを見たことがきっかけで、大学卒業後の2008年に、国井美佐、王の恵みともにアナウンサーとして入社。2008年7月5日に放送された、天気予報で初泣き。同年9月8日から10日。 吉田理恵に代わり、おはてんを、森さやかに代わり9月18、19日、一押し、のキャスターを担当した。HTB では、2011年3月28日に、一押し、モーニングの放送を開始したことを機に、同僚の林和人と,と共に、同番組平日版のメインキャスターを務めた。2012年3月3日公開の、映画ドラえもんのび太と奇跡の島、 アニマルアドベンチャーでは、のんびりちゃん役として演じた。アフレコで何度も何度もテイクを重ね、14回目で、ようやく、ok をもらい、本人は、これが、もう難しくって、と、ブログで述べている。2012年10月8日放送の、クイズプレゼンバラエティ Q 様。プレッシャースタディー秋の3時間 SP 日本、勉強選手権2012に、北海道。 東北出身インテリ軍団として出演。同年11月23日に関西地方のみで放送されたセノブラ。北海道スペシャル北の大地で極上グルメ旅。では、地元局のアナウンサーとして札幌ロケのガイドを務めた。パネルクイズアタック25の女性アナウンサー大会には2011年から2度にわたって出場している。 国とのペアで出場した2011年1月9日。放送分では、元秋田朝日放送の塩地引きよし、後藤飛鳥ペアとの連合チームで優勝するとともに、映画界、クルーズ10日間の旅を獲得した。大野、大野は2008年に当時先輩穴の佐藤浅美とペアを組んで出場している。とのペアで、HTB チームとして出場した2013年1月6日。 放送文でも19枚のパネル獲得で自身2度目の優勝するも最後の映像クイズに正解できず2回続けての旅行獲得とはならなかった。花たれナックスのテレビ朝日系列全国放送では第2弾、第4弾、第5弾で進行役を担当。第2弾ではチームナックスの安田健に使用済みティッシュを食べられた。 2019年3月12日放送の一モにで3月9日に30代の一般男性と結婚したことを発表2020年8月28日をもって一モニを卒業し HTB を退社する理由は結婚後も続いていた海外勤務の夫との遠距離夫婦生活の解消としたその後夫の不妊先並びに 自身の移住先を中国、北京と公表している。同年11月3日、インスタグラムを開設した。突起のないものは HTV 制作。ありがとうございます。